皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はユニクロの購入品をご紹介していきたいと思います。はい、今回購入したものは、季節の変わり目はね、結構こう大量に購入するということが多いんですが、今回の購入品はリアルに普段日常的に落とし込める、少しこうモードでクールな感じの冬に映えそうなアイテムを選んで買ってきました。なので今回は購入品をたくさん見せるというよりは、丁寧にね、厳選して選んできたアイテムにいろんなコーディネートを提案していきたいと思っています。最後までぜひ見てください。はい、では早速購入品のご紹介です。まずは先日ね、発売されたユニクロと豆コラボ、こちらを購入してきました。夏に引き続きやっぱりすごくシルエットが綺麗で、すごく人気のアイテムだったんですが、この中でも普段のファッションで着回せるものと思って購入したのが1点目がこちらです。 3D リブハイネックセーターブラックS サイズ3990円です。最初にコレクション見た段階でこのアイテムは絶対に買おうと決めていたものです。シルエットがとにかく綺麗で、もう商品画像の段階で、あ、これはスタイルアップして見せてくれるなっていうのがすごく感じていたので、実際あとは色、あとはサイズ感どうしようかなと思っていたんですが、ちょっとねグレーもすごく素敵で、濃いグレーとブラックで悩みました。ブラックを選んだのはやっぱり着回しにブラックってすごく使いやすいっていうところと、コートとかが黒でもあえてオールブラックコーデにしてるみたいですごくかっこよくも見えるし、逆に私今年は絶対柄のコートを購入しようと思っていたので、柄のアウターにもすごくこの黒が引き締まってすごくよく見えるかなと思って、こちらのブラックにしてみました。トップスは着てみるとこんな感じです。やっぱりね、スタイルアップすごくして見えるというか、手が長く見えます。すごくここのラインが綺麗なので、手がねこのギリギリまで、ここのカットとか分かりますかね、小指にかけてこう斜めに入っているので、後ろ姿とかでも手がすごく長く見えるようなニットになってます。今はねあえてこのセットアップで買ったこちらと合わせてこれだけで着てるので、結構こうシルエットがこうタイトすぎるんだけど、まあ、これに上着たりとか、あえてねこういう風にピタッとしたものじゃなくても、こちらのトップスはいろんな着方ができるかなと思います。ね、普段の私のファッションは結構デニムが多いので、デニムに合わせるとこんな感じです。やっぱりね、こういう柄のコートとかに中黒合わせてあげるとすごく使いやすいので、普段だったらねこんな感じでコーディネートするかなっていうイメージです。だからほぼハイネックなので、タートルネックと同じような使い方ができるんだけど、ここまでねあるものもやっぱりギリギリまであると可愛いんだけど、それ以上にねこう暖かさはあるけど苦しさがないので、スッキリとねして着れる印象はあります。はい、こんな感じでフェイクレザーのスカート合わせてみました。はい、こうやって全身がブラックってこうモードな感じでかっこいいんですが、こうね素材違いでいろんなアイテム入れてあげると、全身が真っ黒でもこうコントラストついて素敵に見えるので、はい、こんな感じでねオールブラックでもいい感じになります。バッグもね黒にしてしまうと、まあ、それそれですごくかっこいいんですが、ちょっとこう映えるような色物だったり、あえて真っ白のバッグとか合わせてあげると、ちょっとしたアクセントになるかなと思います。続いてはこちらです。 3D リブフロントスリットパンツブラック S サイズ4990円です。こちらも豆コラボのリブニットパンツになります。でもちろんねこれを見た時に先ほど紹介したトップスとの合わせももちろん綺麗なので、もうセットアップの感じでもうセットで着ちゃうの絶対可愛いなと思ったので、こちらは絶対黒を買おうと思って購入してきました。ユニクロからよく出てるこの 3D ニット、日本初の最新技術のニットということで、一着一着くるむように編み上げることで立体的で美しく滑らかなシルエットを実現というものです。ニットってだいたいここでこう切り返しがついていたり、こことかね、まあ、当たり前にこう断面をこう合わせて作るものが多い中、これは本当にぐるりと縫い目というか合わせ目みたいなのがなくて、シルエットがすごく美しいです。ね、このご時世なので年末年始の集まりとかがあるかはちょっと今まだわからないんだけど、外
で会う以外にも家での集まりっていうのが冬って結構多いなと思っていて、そういう時にやっぱりこう、ね、ピタピタのデニムとかあのひらひらのワンピースとか着ていくとちょっと動きづらかったりして、本当に一番使うのが動きやすい黒パンツなんですね。そこでやっぱりこういうリブパンツっていうのは一番そういう時に重宝するなと思って、あの迷わずこちら購入しました。はい、先ほどトップスとも合わせて着用しているこちらのニットパンツなんですが、履くとこんな感じです。実際にね履いてみると正直私的には太ももがねすごく見えるなっていう正直な感想です。こちらはインナーコレクションになっていて、こちらの上にねカーディガン羽織るようなスタイリングが結構こう前面に出てるので、ここら辺は隠れるだろうっていう意味でここはあえてちょっとゆったりに作られているのかなっていう感じです。なので今回ねオンラインで購入したんだけど、あの S サイズだとちょっとここら辺はすごくピタピタっとしていて、股上が結構深いので上に合わせると足元結構短くなって、こう下に下げると結構ここがね足がすごく短く見えてしまうので、まあ、ちょっとベストは多分このぐらいなんだと思うんですが、あの今回のこのコレクションちょっとこうカービィな女性らしいラインがはっきり出るように作られてるのかなっていう感じがしました。腰のあたりとかもなんか普段よりもこうプリッとして見えるようなラインになっていたりとか、あのこの丈もね S サイズで大体いつもちょうどいいんだけど、ちょっとこれもあえて短くなってたりとかするのかなと思います。私はねあえてカーディガンはちょっとこれからの季節そんなに着ることないかなと思って買わなかったんですが、カーディガン着てあげたりとかね、これはちょっとゆったりとここまで隠してあげるようなデザインのものと合わせてあげる方ももしかしたらスタイルアップするのかなと思います。はい、こんな感じで少し丈が長めのこの太もものねここら辺まで隠れるカーディガンとか合わせてあげると、あのもうちょっとここら辺がね気にせず着れるかなと思います。膝のあたりから一気に広がってここをね一番細く見せてくれるので、そういうスタイルアップのね仕方はとてもしてくれると思います。スリットが可愛いので足の甲が見せられるね素足がね一番可愛いかなと思うんだけど、素足だとねさすがに無理な時はあのブーツ合わせてももちろん可愛いと思います。続いてはこちらです。プラス J コラボエクストラファインメリのリブロングカーディガンネイビー S サイズ4990円です。こちらはねジルサンダーとのコラボのプラス J のアイテムになります。あの最初ねあの発売された時からもう衝撃というか、ジルサンダーとユニクロがコラボなんてっていうところであのすごく話題になっているんですが、あの今回ね私プラス J のアイテム買うの初めてです。ちょっとね夏場のものより今回のアイテムの方があの好みのものが多かったので購入してみました。ラインナップもとても多いのですごく悩んだので、本当に自分のスタイルに合う使いやすいアイテムっていうところでこちらを選んでみたんですが、リブニットって私すごく好きで、女性らしいスタイルをちゃんときちんと表現しながら楽に着れる、秋から冬にかけて私のスタイルであのすごくよく着るアイテムになっています。1枚で着てみるとこんな感じです。あのカーディガンで結構長さがあるのでこんな感じでワンピースで着れるかなと思うんですが、スリットがね大きく入ってしまうので、もし履く場合は下にあの見えてもいいもの履いてからワンピース風に着るのはいいかなと思います。丈もねこんな感じでちょうど膝上ぐらいで、あの腕の長さもねやっぱりちょっと斜めに作られています。襟付きのボタンのこういうタイプのものって最近すごくいろんなところで見かけるんだけど、やっぱりただのリブニットよりもデザイン性があって簡単にこうおしゃれにちょっとモードな感じに着れるっていうのですごく素敵だなと思います。はい、ネイビーはねこうやってブラウン合わせたり白に合わせたりいろんな着方ができて、ちょっとまあブラックよりはちょっと知的なイメージというかきちんと感も見えたりとか強すぎなかったりとかするので、私はネイビーの色もすごく好きなんだけど、こういう感じで1枚に着るのも、はい、可愛いかなと思います。あとはこういう感じでね
同系色のニットパンツ合わせてみました。すごく縦長のシルエットに見えて綺麗に着れるかなと思います。これもちろん私は同系色のたまたまニットパンツ持ってたのでニットパンツで合わせてるんですが、あまりそういう同系色のネイビーのパンツ持ってないっていう方は濃い色のデニムでも同じ感じで合わせられて、さらにちょっとカジュアルっぽく見えるのでノーモーションの、ね、デニムとか合わせるのもおすすめです。はい、でネイビーに合わせるとき、結構私はこうネイビー着るときにネイビー一色で着るのすごく好きなんですが、真っ白のシューズ合わせてあげるとちょっとこうビンとした感じというかクリアな感じが足されてコントラストにもなったりして、こういう真っ白入れるのすごく好きです。はい、こういうときに同じネイビーなんだけど柄のバッグ合わせてあげたり、コートはベージュでちょっと縦長でなじませてあげます。はい、こんな感じでコーディネートしてみました。続いてはこちらです。プラス J コラボプリーズラップロングスカートダークグレー58サイズ7990円です。こちらのアイテムはもう絶対に欲しいなと思ったアイテムで、ユニクロの中で7990円やっぱりすごく高いんだけど、やっぱりそれなりのデザイン性と、プリーズのスカートってこの揺れ感が綺麗なものがやっぱりいいので、揺れた時のこの裾の感じがこうアシンメトリーになっていたりとか、あとシワにすごくなりにくそうなこの感じとか、あとはねこのベルトとかがこうあえて長くなっていてちょっとこうモードな雰囲気もあって、さすがこうジルサンダーコラボだなっていうデザイン性だったりとか、そういうところでとても素敵だなと思ったのでこちらを購入してみました。ブラックとねすごく悩みました。ただまあブラックって正直すごく使いやすいんだけど、ちょっとこう無難かなっていうところで、ダークグレーっていうカラーなんだけどなんかブルーグレーのようなちょっとこう青みを感じるこの色がなんかすごく素敵で、他にないような色だなと思ってこちらのカラーにしてみました。着用してみるとこんな感じです。揺れ感が本当に綺麗で、この裾のカッティングがまっすぐじゃなくてこうちょっと波のようにアシンメトリーになってるので、こうすごく動きが出るっていうのと、今年はやっぱり断然ロングブーツ合わせてあげると今っぽいのかなと思います。やっぱりここがねラップスカートになってるっていうので、この異なる動きがこうやって重なるっていうのと、あとはここのねウエスト部分の紐の部分がこうちょっとデザイン性があってこう縦長にね落ちる感じが可愛いなと思います。ちょっと今回は私はこうあったかめのニット厚手のニットを合わせてるのであえてインしてないんですが、これ薄手のニットだったらねインしてあげてキュッてウエストマークしてあげるのも可愛いし、ちょっとこうあったかめのふわっとしたニットをこういう感じで出してあげるのも可愛いと思います。はい、あとはシルエットでこうちょっとねトップス長めのニットでもこうやってちょっとたるませてあげると、こう裾から出るこのプリーツがすごく可愛いので、こんな感じの着方もいいかなと思います。そしてこちら追加で購入してきました。以前もこちら購入していて追加分ですごく良かったので、2日連続で履きたい日とかが結構あって、色かぶりにしないようにもう1セットずつちょっと購入してみました。レギュラーソックス3点セットで990円のアイテムです。靴下の光沢感がすっごく高見えします。靴下って皆さんどうだろう、結構気にしてらっしゃいますか？私は結構あえてすごくこうシンプルな真っ白な靴下を入れたり、足元にちょっとこう主張したい時はラメの靴下を履いたりするんだけど、まあその間というかそこまで主張したいわけではないけど、ちょっとこう綺麗めな足元に見せたい靴下の時はもう間違いなく今もうこれを履いています。で、色展開が本当に普段私がねこう着ているファッションに合うっていうのと、例えばブーツからちょっとはみ出てもあえてそれがアクセントになっているようなカラーがすごく豊富なのでとっても重宝してます。3足で990円っていうのがもう破格すぎて、本当にねちょっといい素敵なセレクトショップとかで1足1200円とかで売ってそうなぐらい高級感がね見えるアイテムだなと思ってます。はい、以上がユニクロで購入してきたアイテムのご紹介でした。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。